アドリアはイタリア共和国ベネト州ロビーゴ県にある都市で、その周辺地域を含む人口約1万9000人の基礎自治体。ポー川とアディジェ川の河口の間に位置する。エトルリア人が築いた港湾都市が起源で、古代のアドリアはスピナと共にフェルシナの外交であり、アドリア海とは運河で繋がっていた。現代の市街の地下には古代の都市の遺跡が眠っている。 アドリア海の名は、この都市の名に由来するとされる。エトルリア人の都市で、アトリアやヘイトリアの名で呼ばれた。アドリア海の名は、この都市の名に由来するとされる。ただしザ、ザプリンストンエンサイクロペディア・オブ・クラシカル・サイツの引用によれば、ストラボンは、都市アドリアの名の方が、アドリア海から来ているとしている。また、ミレトスのヘカタエオスは、都市アドリアとアドリア海の双方が、 かつてこの付近に流れていたアドリア川から来ていると、している。ロビー5県中部のコムーネで、アディジェ川とポーガーの河口の間に位置する。アドリアの市街は、県とロビー5の東約 21km、フェラーラの北東約 42km、パドバの南南東約 42km、州都ベネツィアの南南西 47km、ボローニャの北東約 84km に位置する。 ロドビー語圏外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の部位はベネツヤ県所属を示す。アドリアには以下の分離集落がある。ありがとうございます。